久保田高之は日系アメリカ人の空手の達人。彼は豪速流空手の創始者であり、国際空手協会の創設者であり、会長である。久保田は強し速流空手創家の称号を手にしている。また、久保田自営キーホルダーの発明者であり、商標の所有者でもある。久保田のキーホルダー5インチ半のプラスチック製の久保田キーチェーンは、久保田の最も重要な発明である。 これは、ロサンゼルス女性警察官のためのツールとして設計され、1978年に商標として登録された。クボタはまた、1991年に特許を取得した、別の自衛兵器であるクボタイも開発したクボタイは、リストロックを使用し、敵を固定するために使用されている。AB、クボタントレードマークレジストレーション。 アット US パテント5 6 6 0 1 3クボタイリストレイントデバイスハビングツーバッタンズバウンドトゥゲザーバイエコードアットポイントスペースドフロムザエンズオブザバッタンズアーカイブド2011年6月12日アットザウェイバックマシンリトリーブド22ジャニュアリー2010ありがとうございます